前に C 系見つけの VTuber の女の子ぼこしてデートさせてたけどあれってその後どうなったの。止めろお前ら、俺がそんなこと教えたら自分で急降下して死んでいったぞ。はっ、てめえ。はい、マスター。はい、ラッシュ止めちゃうよ。オッケー、あと1ティアでマスターだ。行こうか、ゴールデンウィーク最終日。うわ、これマジでキツい。ちなみにマジこのキャミーってキャラ弱キャラに行けすぎなんだよな。よいちょ。うわー、むそ。キョ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 、よいしょ、冷たく行こうぜ。前に C 系見つけの VTuber の女の子ぼこしてデートさせてたけどあれってその後どうなったの。そんなことしてんの俺最低だな。俺って VTuber の女の子ぼこってデートに誘ってた。止めろお前ら、俺がそんなことしてたら。つえー、秋田そつえー。久々にマスターやってるけど楽しい。新しいキャラをやるとやっぱね理解度が増える。もう使うか。まあバーンアウトするし、削りで死ぬんじゃね、ワンチャン死ぬ。おー、この一瞬の判断ね、この一瞬の判断気持ちいいんだこれが。ハリケーンエイド見て、まあ秋が終わったらちょっと触ってみようかな。最近モダンからクラシックに変えたけど今やるとしたら何のキャラがいいと思いますか。クラシック今でしょ。まあ豪気に備えて剣とかでいいんじゃない、楽しいし。バーンアートは美味しい、なんなら。こういうた、こういう勝ち方大好き。あー、ぶっぱ怖いね。ガード、はい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 、終わった。はい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 、よいしょ。ちゃんと格ゲーした、ちゃんと格ゲーした。これは25000、遠いね。1ティア上げんのにこんな時間かかったっけ。1ティア上げんのにね。プラチナからマスター、俺プラチナスタートだったからな。普通に地獄。これ戦ったことないな、ずっとやってるけど。これ何回かやってるけど全然戦ったことないな。おいしい。なんか無敵技もないキャラがやっぱ楽すぎるわ。まあ打っていいんじゃない。なんで自分で急降下して死んでいったぞ。なんでや。でもやっぱここら辺のやつらになってくるとなんか一生ぼったくりと連携をひたすらやってくるのがいっぱいいるな。荒らしてくる動き、まあ動きが多いな。飽きて何されるときつい。ラッシュ止められるのが一番きついから正直。あと弾飛ばれんの。コントローラー何使われてます。クワンバのレバーです。マスター来た。これ終わるぞ。勝ったらマスターです。
なんでそんなんが噛み合うんだよ。うわ、撃ったってエス。もう、いや、はぁ、てめぇ戦ってくれよ。マスターなんだろ、いいじゃん、別なんも下がんねえんだから。えい、絶対に投げないという意志がお前から感じ取れた。あと一勝、マスター行くぞ。やっぱりこのマスターに行くこの瞬間が一番気持ちいい。頑張れ俺、JP ですか。マスター、あざーす。ふぅ、終わったー。さあ勝率見に行きますか。じゃあ73%フィニッシュでありがとうございます。まあ割と勝ててるのかなっていう印象があるね。マスターはこれ何匹目だこれで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16体。あと1、2、3、4、5、6体。あと6体だ、みんな。もうリリーはもう終わってるようなもんだから、言うてあと5体。ランダム抜いたらあと4体。で、エドはやるから、あと3体。まあでも秋っていうレアキャラを、レアキャラができておもろかったな。まあ正直秋自体はダルシムのサブでやろうかなって思ってるぐらい今おもろいから。まあでも分かんない、エドがそれよりおもろい可能性がこいつあるんで、それ次第。